皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパーロボット対戦 EX109 回目いきたいと思います。でこれからどこへ向かうのかというと、ラングランオートの首都ということですね。今はシテドニアスに占領されてしまってますが、とでそこに何があるのかというと秘密ですね。この先は大部隊で潜入するより少人数で行動した方がいいでしょう。私一人で向かいますので、皆さんはここで待っていてください、と。でサフィーネさんもね、私もですのって聞くんで、一人の方が何かと身軽ですから、と。で、あ、分かってるんですね。モニカ王女と二人きりになられても変な気を起こさないでくださいね、と。で近いらっしゃい、と。でモニカがシュウ様に手を出さないようによく見張っとくんだよ、と。でそれは余計な心配ですよ、と。ご知事さんはまるでホモじゃないかと思うぐらい女性に興味を示されませんからね、とね。そうなのよね、と。この私がいくら誘ってもその気になってくださらないんですもん、と。で連れてくんですよね。地下行きますよということで、はい。6話モニカその愛ですね。でちょっと変わってるのが、あの隠密行動になるんでね、救出するまでまあマップ的には全然攻撃ですこちらもできないけどね、向こうからもされないということですね。本当に大丈夫なんですか、と。敵がいっぱいいますよ、と。でこの隠行の術は、持続時間と持続空間を絞り込みは完全に気配まで消すことができますからね、心配はいりません、と。そういえば全然気づいてませんね、こりゃいいや、と。モニカ王女はあの神殿の中でしたね、あの近くへ止めて中に忍び込みましょう、と。はい、ということで、神殿までそのまま行っちゃいます。はい、で端子、はい、ん、場所間違えてるかうー、なんかこうやって相手から、見えないって思うとすごくいたずらしたくなりませんか、ということですね。ダメですよ、隠行の術が効いてる間一切攻撃できません、と。いいんだよね、神殿こっちの方で。あれどこだ、こっちか。はい、で連れ出しに行きましょう、と。モニカ王女のプランはこの先左手の方角から感じられますね、と。見張りがいっぱいいますよ、と。さすがにね、神殿の結界内では隠行の術も効果ないようですし、近い行ってらっしゃい、ということで、陽動作戦ですね。あ、やっぱりいい、とやりすぎないようにしてくださいよ、騒ぎを大きくしても他の見張りに来られては困ります、と。なんだこの鳥は、とね。誰かのペットが逃げ出したんだろう、と。でバーカバーカと怒ってますねなんだとこの野郎、とね。よせよ、たかが鳥じゃないか、と。飼い主は誰だ、全くしつけがなってない、アホボケカスうんたらのーとか言ってますね。な、何を取り消せ、今のことは許せない、お前何も気になってんだよ、とね。たかが鳥だろう、それともお前本当にふんにゃらがふんにゃらなのか、と。うん、下ネタですね、完全に。貴様まで言うか、と。いやいやい、なんとかなんとかやろう、と。で、逆に B の方が怒っちゃったんですね。うまくいったようですね。それにしても下品な、あまり対応する方法じゃありませんね、ガチャ。え、誰とね。え、クリストフとどうやってここに、と。お静かに、あなたはセニアですね、と。何言ってんのよ、他に誰に見えるというの。いえいえ、しばらく見ないうちに美しくなりましたね。あら、そう、ありがとう、と。心にもないお世辞でも嬉しいわ、と。でもモニカ にはこんなこと言っちゃダメよ、あの子だったらそっとしちゃうから、と。そう、そのモニカ王女はどこに、と。モニカに何のよ、と。ここから連れ出して差し上げようと思いましてね、と。なんか怪しいなぁ、と。なんでしたらあんたも一緒にどうです、
私遠慮しとく、あんたと一緒なんてゾッとしない、もう逆でしょうね。あ、そういうことか。逆に刺激を求めてるということなんですね。やれやれ嫌われたものですと。モニカならこの奥で泣いてるよと。まあこんなところに閉じ込められちゃってね、あんたが行きゃ少しは元気になるかもねと。今回は黙って見とくけど、このもしこの先モニカをこれ以上悲しませるようなことをしたらただじゃおかないわよと。で連れ出すんですね、モニカと。ああ、今もシュウ様の声が聞こえる。シュウ様今どこにおられるんですかと。ここにいますよと。ああ、そうでしたわねと。シュウ様私の胸の中におられるのですねと。モニカこっちですよと。あ、ここで分かるんですね。え、そうそう、そんな本当に本当にいいと。文法が変ですよと。あ、お会いしたかった。これでもう私は思い残すことはありませんと。さあ私と一緒にここから脱出しましょう。はい、シュウ様とならばどこまでもついていきますと。だから文法が変ですよと。そうですよね、もうどうなってもいいとか言いながらね、どこまでもついていきますって言ってますからね。うまくいきましたねご主人様と。あとは脱出するだけと。貴様クリストフとね、あれはこっちにもいたと。急ぎましょう。はい、ということでターン終了して、敵がね近づいてきちゃうんですよね。ん？まだいけるのかな。動き出すからね。あー、バスターキャノンはいいんですけど、あー間違えた。ここでね、で反撃をするなにちょっと変えといて、対空レーザーの方がね厄介なんですけどね。あ、そうだ、ホームでしょう。ああそうだね、はい、寄ってきたところでね。逃がすなとね。第2第3正体は背後に回り込めとね。あっちゃ逃げ道塞がれちゃいましたよと。仕方ありませんね、西の方が手薄のようです。ギナスさんの方へ向かいましょう。サフィーヌたちに連絡を取ってくださいと。でこいつはあと、ああ 100% なんだ。バスターキャノンも 87%、 ある程度は食らう、うん、まあでも、稼いでね退避したいんで。まあやつは無理だろうけどね。
間違えた。5500か。回避がね、うまくいけばまだ 87% あるね。まあ300ぐらい。対空レーザーが痛いな。おー、やばいね。まず1体、2体、3体。で、これで回避できればなんとかなるね。わあ、ライトニングプレッシャーか。まあでもあんまりダメージないはずなんで、おお、生き残った。トルネードアタックね。おい、受けた。あとはこいつだけ受ければ。バッサキャノン 42%。
耐えたねうわー 48% か2分の1おお素晴らしい。歩数が1、2、3、4、5、6、7、あちょっとは残ってるんで、ね、いけるでしょう。あ、食らってる。うん。三。あ、600いったか。できたら使いたくなかったけどね、まあギリギリまでね。バホームか？ああだね。まあこいつらはそんなに、そうですね、5いっても5なんで、こやつやな。レーザーが怖いな。飛んでくるやつはね、ブラックホールクラスターでやっときたいね。
はい、ちょっと一撃で仕留めちゃいましょう。反射 94% か。これまずいな。おお、危ねえ。ウェブ反射だけ勘弁だな。2発食らう。あ、近づいてきた。うん、これかわしてくれりゃなんとかなるよ。よしよしよし、あとは逃げちゃえ。はい、アディオース。はい、ネオドライブで突っ切りますということですね。あ、シュウ様、またこうしてお会いできるなんて夢みたいとね。ダメです、もっと離れてくださいモニカ様。こんなところサフィーネ様に見られたら私が半分殺しになっちゃうと。モニカ様、せっかく変わったんじゃありません、あんなに内気な方だったのにと。そうですね、変わったかもしれません。でもシュウ様への愛がそうさせているのですと。あら、まあ言い切っちゃったよと。はい、なんとかね、資金増えましたので、まずユニットのヒットポイント1個上げる。うん、はい、でそのまま次の面行っちゃいましょうね。合流地点まであと少しですと。お手の方は追いついてきそうにもないですねと。おや、前方から不思議なプラーナーが感じられますね。どうも以前同じようなプラーナーの持ち主を知っていた気はするのですがと。でも精霊レーダーの方には何の反応も。いえ、今シュウ様のおっしゃることには間違いはありませんと。あ、本当だってね遅いよね。でもこれじゃ本当にレーダー種なんて必要ないみたいですよと。はい、これはねもう戦闘なしのイベントになります。遭遇サイバスターマサキとの、遭遇ですね。あ、サイバスターとね、な、ま、まさかとかね、ゲゲって言ってますね。グランゾンって、クリストフ、いえシュー白川とね。おや、どうやらあなた方も私を知っているようですねと。シュウてめえと。どうやら私はあちこちで恐れられたり恨まれたりしているようですねと。生きてやがったな。だがここであったが100年前、今度こそ逃がさねえ。この下品な物言い思い出せそうなのですが。何わけのわかんねえこと言ってやがる。俺のことを忘れたとは言わせねえぞと。残念ながら本当に覚えてないんですよと。なんだと、まさか記憶喪失。おっと、こんなところで時間を潰してる暇はありませんでした。いずれまたお会いしましょう。今急ぎますのでこれでということで、うん、消えちゃいます。
今の人物知っていたようですかと。本当に忘れちゃったんですか。まさきですよ。マソキ人サイバースターのまさき&まさきサイバースターのまさき。ご主人様の後をいつも追いかけてたじゃないですか。本当にしつこいったら。そう、少し思い出しましたよ。確か地上人でサイバースターに選ばれたパイロット、時には敵であり時には味方だったような気がしますと。え、味方だった時もあったんですか、あいつが。え、ロンドベル、あれですね、ガンダムのあれですね、ブライトさんのいる部隊ですね。先日地上に出ていた時にそのロンドベルで彼と一緒に戦いましたと。アナマサキがシュウ様と一緒に戦ってたんですか、とても想像できませんでしたわと。はい、ということでここで一区切りにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はね、ちょっと特殊な任務になると思いますんでね、お楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。